私たち株式会社江北ゴム製作所はスピーディーに何でもトライ、ゴムの困りごと解決集団をモットーに、お客様のお困りごとを解決いたします。現在ゴムといっても自社の配合レシピの種類は1000種類以上にも及びます。ゴムはポリマーの種類と薬品類との配合の組み合わせにより、材料の機能性、可能性は無限に広がります。私たち江北ゴムはゴムの配合設計が可能なことから、これまでお客様のご要望に応えるために様々な材料を開発してきました。またゴムや樹脂に関わる多彩な加工技術も持ち合わせ、困りごとの解決や商品開発のお手伝い、新たな加工方法のご提案など、ゴムのように柔軟な対応が可能です。私たちは東京、山梨の国内工場と中国工場でゴムライニング、プーリーロール、金型成形品、ウレタンコーティング、接着剤など様々な製品を製造しています。では具体的にどのような製品を提供しているのか、過去の例をもとにご紹介いたします。耐熱性、耐薬品性など非常に優れた性能を持つフッ素ゴムですが、他のゴムよりも接着しづらい材料です。半導体製造装置に使用する重要な部品のため、接着強度は剥離なく強固、かつゴムの膜厚は1ミリプラスマイナス 0.1 と高い製品寸法精度を要することでした。以前は他社に製造依頼をしていたが、ゴム厚みのばらつきとゴム剥離に悩まされ不良品が多発。何度も改善要求を打診したものの、一向に品質の改善が見込まれず困っていた。当社では自社配合のオリジナル接着性向上剤を添加し、配合比率の調整をトライアンドエラーで何度も繰り返し最適条件を発見、強固な接着強度を実現しました。医療機器メーカーより超極小製品の相談があった事例です。他社では断られ、当社に相談をいただきました。製品の大きさは直径がわずか 2.1、 1円玉の100分の1以下の極小製品です。医療機器用の部品であることから、高い技術が必要とされる案件でした。当社では技術部を交え、自社での金型設計の段階から入念な打ち合わせ、製品用途も考慮し、製品にバリが残りにくい新規配合材料の開発に成功しました。PVC 単体のタンクの強度が弱く、中に入れた薬液の重さでタンクが変形し破損しそうという相談がありました。中の薬液は次亜塩素酸ソーダなので、耐食性を考慮するとブチルゴム、ハイパロンなどのゴムライニングも施工できますが、お客様は PVC 自体は変えたくないとのこと。そこで当社は鉄のタンクを作り、内面を PVC ライニングすることを提案しました。鉄のタンクであれば強度も樹脂製タンクより圧倒的に強く、内面に PVC をライニングすることにより耐食性能も保てるためです。当社では制汗、ゴムライニングや PVC ライニングなど塗装まで社内で一貫製作できるため、お客様の負担を軽減、製品化することができました。この他にも様々な困りごと解決事例がありますので、ぜひ当社のホームページをご覧ください。社内でレシピを作れて、お客さんの要望に応えられる材料がまず作れるっていうこと、それと同時に加工が幅広くできる、知識の組み合わせと技術の組み合わせをうまく組み合わせることができれば、お客さんに対していろんなご提案ができるっていうところが強みかなと思います。ゴムは一般的に黒い色をしているため、外観では判断できません。使われて初めて評価されるものだと感じています。だからこそ材料薬品が高騰したからと、
勝手に配合の内容や加工方法を変えたりすることはできません。目に見えないからこそ信用が命なのです。当社ではこれまで多彩な加工技術を展開してきました。ゴムのスペシャリストとしてお客様の信頼にお応えできるよう、常に真摯に向き合って課題解決に向けた提案・製品化を実現してまいります。具体的な課題解決、ご相談はこちらまで。